さあ続いては有吉のそれわかるです。はい、誰にどんないじめられ方をされたいのか有吉さんがわかるわからないで判定していきます。はい、うん、ラジオネームハムスター将軍趣味でキノコを育てている漢字やしほりの家に忍び込みキノコの原木の下に隠れキノコに混じりチンコを出していたところ、漢字やしほりがやってきて僕がチンコを出している原木のところへ。僕は下にいるため漢字やしほりのパンツを見てしまい、とっさに勃起してしまうあれこのキノコブナシメジみたいね、失敗作だわ。右手でチンコをつかまれ、左手に持っている鎌で思いっきりかっきられたい。まあまあもうちょっとかな嘘遅いんですね。大丈夫、ホテルキリフォルニア、3D プリンターでギンギンに勃起したチンコを印刷した作品に誕生日おめでとうと書いた手紙を添え有村架純ちゃんの事務所に送ったところ、2日後、またこのようなものを送ってきた場合は警察に通報しますというメッセージとともに送り返されてしまった。捨てるのももったいないのでフリーマーケットに出品していたら、高そうな毛皮のコートにサングラスといういでたちの淑女が俺の店の前で足を止める。このオブジェとても芸術的ね、これとセットでいただくわと言い、私がオナニーの際に乳首を刺激するため使用していた絵筆と 3D チンコを買っていったそれから1年後、何気なくテレビを見ていたらスターのオタク訪問という番組がたまたま放送されていたその日のゲストは八代亜紀だそして自宅のアトリエでインタビューを受けているシーンで、画面の右上に10秒間ほど俺の 3D チンコが見切れてほしい見切れてほしいじゃねえよいいわ。いや俺は興奮しないからね。残念でした。ラジオの弟子の雅彦、26歳ニートの僕は可愛い広瀬すずちゃんにかっこいいところを見せたかったので、ほらやるよお小遣いと言ってくしゃくしゃの1万円を渡すするとちょっとこのお金どうしたの、もしかしてお母さんのお金盗んだんじゃないのと言われたので、僕はいや違うし違うと大量の汗をかく。そしてすずちゃんに、もうダメじゃないおじさん、もういい年でしょちゃんと働いて親孝行しなきゃと普通に説教されたいいや何を言ってんのもうちょっとだな。あ、残念でした。いいとこまで、ね、性的要素が少ないからな。ラジオネームダマシアスケシン、俺が佐野史郎さんとパルルの家でキャラメルコーンを食べていると突然パルルが帰宅してきた。あなたたち人の部屋で下着、人の部屋で下着かぶって何してるんですか怒りに震えるパルルから怒りの鉄拳という、通常の来客にはありえない塩対応を受けたい塩対応じゃねえわ、戦場だろ、しょっぱくないな。残念、全然興奮できないんですけど、いい加減してくださいよ。ラジオネームナスビマン、ノーネちゃんを洗脳したババアを懲らしめてやろうと思った俺はババアの部屋のトイレに忍び込み、トイレットペーパーにおちんちんを刺してカモフラージュし、良きところで驚かす作戦を考え実行した、しかしいくら勃起させてもトイレットペーパーが落ちてしまう俺の短小おちんちんにあたふたしていると、そこにノーネちゃんが来て、おめえ何やってんだ巻き髪一つ支えられねえチンポで大量ウニさ運べるとでも思ってんのかオラを見てみろ、両穴の鼻毛に網さ結んで100キロのウニ浜から江戸まで3日で運んでピンピンしてっぺ悔しかったらその小ぶりな金玉袋さよこして、オラの手作りワンピースのポケットとして活躍させてみろと金玉をもぎ取られなんだノーネちゃん本当に洗脳なんてされてなかったんだと安心したあ安心したいんだ安心したいんだ安心したいんだ、ほっこりメール送ってくんじゃねえよ
興奮したいんだ俺は。興奮させてください。ラジオのチェーンギャング5、うんうん、筧美和子ちゃんに、うん、僕のチンコの方形部分の皮を、うん、針と糸で丁寧に縫ってもらい、うん、僕はおしっこを必死に我慢する、うん、しかし我慢できずおしっこを出してしまい、うん、チンコはパンパンに膨れて大爆発。それを見て筧美和子ちゃんにたまやと叫んでもらい、ドリルで金玉に穴を開けてほしい。意味が分かって、どういうことなんですか。いい加減でも本当に未来かよ。いや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 、未来でコメもどうかと思って、未来でもないなこれ。ねえ、ラジオネームどうしようかな。興奮をさせていただきたいですね、うん、そうね。希望の船、桃色クローバー Z の赤い服を着ている人に。知らねえじゃねえか。名前もわかんねえ。桃色クローバー Z の赤い服を着ている人に背後から乳首を指でいじり回され、お兄ちゃんは私たちを性的な目で見てないんだよね、だから勃起するはずないよね、と言われた後、他のメンバーにズボンをずり下ろされ、うん、僕のフル勃起したチンコがあらわになるが、うん、あれすごく小さいけどこれ勃起してる。ちょっとだけ上向いてるから勃起してるんじゃない。いやでもこの小ささ勃起してないと思うんだけど、などと話し合いを始められたので、僕は頬を赤くし、すごく小さな声で勃起してますと言い、全員に苦笑いされた。あげとくわ。おお。パン。途中まで結構良かった、ね。良かったですね。まあまあ、うん、まあまあいいね。まあまあ、まあ、もうまあいいだろう。わ、うん、からないでもね、もうちょっとな。うん、もうラジオのケツ出しエッフェルト。北斗神拳の伝承者だという風俗嬢に手こきをされた俺は、チンコの飛行を疲れてしまう。しかし何も変化がないので、なんだただの手こきじゃないか、うん、と俺が言うと、うん、風俗嬢は耳元でお前はもう行っていると囁き部屋を出ていく。取り残された俺はいつ射精するのだとチンコを見続けるが、待てども待てども射精する気配はなく、ついに時間切れ、延長する金もないので諦め帰宅し、冷静になってはっと気づく。あーやられた、これは北斗神拳詐欺じゃねえか。風俗通いやめたい。やめたいだちょっと。最後やめたいって。気をつけよう。わかるかどうかだよバカ。あげとくわ。パン。そんなもんかな。続いて有吉のそれわかる。はい、誰にどんないじめられ方をされたいのか、有吉さんがわかるわからないで判定していきます。ラジオのアマゾンカルテット、うん、ボーリングのピンの一つを俺の勃起したチンコに変えて桐谷美玲ちゃんにボールを投げてもらったら、うん、俺のチンコだけが倒れなかった、うん、ストライクを逃して少し落ち込んでいる美玲ちゃんを喜ばせるために目にも止まらぬ早抜きで射精して、なえたチンコは横に倒れ、見事全ピン倒れてストライク、喜ぶミレイの顔が見たい。いや、笑点のオープニングじゃん。こんなオープニングないわ。射程から始まるオープニングねえないよ。こんな笑点のオープニング大丈夫、スルスルいっぱい。夢で吉瀬美智子さんに散々罵られていたが、うん、ド M な俺はそれだけでパンパンに勃起していたところ、最後に耳元でそんなお前でも報われる日が来るよと言われ、パクパクと2回ほど祈祷を甘噛みされ、行った直後に目が覚める、そんないい朝を迎えたい。笑点かよ、だから笑点じゃねえわ。連続笑点中じゃねえか。笑点中ではある。ラジオネームルノワール野口、うん、シンクロの青木コーチに、そんなチンコじゃダメよ、もっと大きくしなさい、大きさも審査対象に入るのよと怒られながら
音楽に合わせてチンコをピクピク動かすチンクロの練習をしたい。いや焦点じゃねえかよ。焦点じゃねえわ。全然焦点じゃねえ。シンクロ直木愛ちゃんね、でかいだろうね、多分西尾とか好きよ、でかい女好きだから。まあまあ程よくでかいのは好きですけど、奥さん186だっけ、ね、173だよ。13センチぐらいもんないでくださいよ。体重100キロ100キロもねえわ。体重知らねえけど。俺よりは小さいよ。ラジオネームラッパーザキバチョフ、世界中からバッシングを受けて落ち込んでいたマイリー・サイラスに、おあんたは悪くない、俺はいつまでも応援していると言ったら、マイリー・サイラスが、あんたみたいなゴキブリニートクソ日本人なんかに応援されたくねえわよと罵られて、マイリー・サイラスの脇毛で首を絞められて白目を向きながらおしっこジョボジョボ漏らしたわかる。わかる、わかった、嘘でしょ、あ、わかるんすか、わかるわ、おしっこジョボジョボですよ、わかる、いや、わかるわかるって、アメリカの怖い女性に攻撃されたい。マジですか、ここわかるんだ、全然わかんないな、何噛み締めてるんですか。いや俺やっぱほら田中と吉村とロサンゼルス旅行行った時、すごいパトカーと救急車が来て、なんか銀行じゃないスーパーみたいなところにマシンガン持った警察官が本当に周りに囲んでたのよ、うわグランドセフトオートだなみたいな、グランドセフトオートゲームしながらあるんですね、はい、あるんですね、はい、あれみたいだなと思って、このまま俺なんか人質にギャングみたいな女の人に人質に取られたら興奮するなと思ってた、ギャングみたいな女の人、いや何見て勃起してんすか。あげとこう。ラジオネームハリボー祭り、コンビニ店員の木村文乃さんにエロ本とコンドームをレジに出しお会計しようとすると、木村文乃さんにオナニーするのになんでコンドームいるんだよと突っ込まれて微笑まれたい。そしてこのやり取りをタウンワーク CM として流してる。わかる、これわかるね、わかるわかる、いい、これちょっといいよ、いい、木村文乃さんのなんか、好感度上がったね。上がりましたよね。オナニーするのになんでコンドームいるんだよって突っ込んでくれる、その感じがいいですね、柔らかい感じがね、いいですよ、いいですね、上げとこう、わあ、パン、おめでとうございます。ラジオネーム騙しやす化身、みんなちょっと反省したのかな、いいの来るようになったじゃん、いいですね、すごい、だってわけわかんなかったですから ね、騙しやす化身、俺が公園でミニ四駆を走らせながら一人で遊んでいると戸田恵梨香ちゃんがやってきた。いい年した大人が平日の昼間から真っ裸で何やってんすか。ニートですか。ニコニコしながらエリカは俺のおちんちんに唾を吐きかけてくる。思わず勃起してしまう俺。何興奮してんだクソ老人。と言われながらせっかく作ったミニ四駆をエリカちゃんに足で踏んづけて破壊された。お前いくつの設定なんだ。全然分かんないよ、年齢分かんないわ。ラジオネームチェーンギャング5、タイムマシンで過去に行き、僕が3歳の頃の時代にタイムスリップ、そして平子梨沙ちゃんの家の隣に無理やり引っ越し、僕と梨沙ちゃんは幼なじみとして人生を歩んでいく、一緒に買い物行ったり、家族ぐるみで食事をしたり映画見たり、一緒に宿題したり、そして僕が20歳になる誕生日に、もう幼なじみじゃ嫌だ、梨沙、俺と付き合ってくれ、と告白、梨沙ちゃんは食い気味に無理と言ってほしい。全然だわ、全然だわ、すげえ手間かかってるけど。ラジオネーム犬まんじゅう、国語の授業で指名され音読をしていると、急に米倉涼子さんが現れて、さっそうと僕の童貞を奪っていくという鮮明な夢を見たので、テレビで米倉涼子さんを見た時と国語の授業で音読をしている時に自然と勃起する体になってしまったことを誰にも打ち明けず一人で悩みたい。悩みたいは知らねえよ。さっそうと童貞をってすごいいいな。いいね、さっとね、いやサバサバしてるもんね、してるよ ね、 ね、かっこいいですもんね、さっとさっとするんだろうな、さっとなんですよね、さっとさっと奪っていくっていうことは、そのさっと奪える状態にしとかなきゃいけないからね、こっちもね、こちらもね、で向こうもさっと奪える状態、どっちもよ、どっちも準備しとかなきゃいけないから、常に常在戦場ですよ。
常に戦場である。さっと出てきて、さっと、あ、そっか、そっか。さっとインプットして、さっとアウトプットして、ちょっと合ってますよ。ラジオネーム、ステレオ坊主。ビリギャルである有村架純ちゃんに、お兄ちゃんは童貞で魅力も人望も長所も何もない。人間のビリなんだから私と一緒に勉強しよう、と言われて、僕が、え、保険の勉強？と聞くと、は？マジでキモい。調子に乗んなよ。醜いクソ豚ゴミカス野郎、と言われ、軽蔑した目で見られながら、学年ビリのクソ童貞が一瞬で好感度を100下げて、慶応大学にも、どの大学にも合格できず、童貞も卒業できなかったという話を執筆したいものだ。ものだね。これ俺、妹設定ないんだよな、なんか。興奮する妹のやつ。しますね。僕妹いないから、やっぱ興奮しますね。興奮する？おぉ。しませんか？妊娠相関だからね。一番いけないことだからね。いや、例えばこう、そんなんで興奮すんの？親が再婚して一番いけないことよ。そう、あらゆる、なんであらゆるものの中で、そんなことないでしょ。なんでこんな見やすい罠引っかかんの？踏むなよ、見えてるだろ。もっとなんとかしたいなって、もう一番やってもらわない。なんとかしたいとかじゃなくて、なんかこう、お互い好きになっちゃう。お互い好きになっちゃう、気持ち悪い。確かに気持ち悪いでしょ。芸能界あるでしょ。どうこうじゃない、人間としてもおかしいからね、これ。一番近くの警察に行くべきだよ、お前。僕がこのまんまじゃ犯罪を犯してしまいそうなんで捕まえてくださいって。やべえやつ来たな。あるでしょ、妹ちょっと。ラジオネーム、夜嫌いの夜行性。ないかな。お前みたいなブスの妹は本当のブスだぞ。すいません、ラジオネーム、夜嫌いの夜行性。夜行性さん、すいません。安藤美希さんの4回転ジャンプのタイミングで全裸の僕が彼女に抱きつき、4回転中に巫女すり反射性を華麗に決め、それを2人でスーパースロー映像で見る。綺麗にジャンプを決める彼女、全裸で必死にしがみつく俺、ゆっくり飛び散る汗と精子、着地する2人、モニターを見つめたまま息荒く考えに浸る2人、僕は彼女を見つめ結婚しよう、全裸仁王立ちでプロポーズを決め、照れた彼女から僕に持っていったスケート靴でチンコをぶん殴られるという OK サインを鮮やかにいただき、涙と血しぶきのハッピーウェディングという特集記事でゼクシーに掲載されたい。誰が参考にするんだよ。素晴らしい。素晴らしいメール。有吉さん、それわかる。はい、誰にどんないじめられ方をされたいのか、有吉さんがわかるわからないで判定していきます。ラジオネーム、ラッパーザキバチョフ。九州の女はエロいと聞いたので福岡県の街中で、俺のチンコを見てる奴はいねえかと聞いて回ったら、そこに現れたのが田中玲奈。おいどんは福岡生まれの九州女児隊。そのチンコを見せてみしゃい。たんでズボンを脱いだところ、どんなチンコかと思ってみたら、ヤクルトの容器より小さいなんて大笑いたいと笑われ、口に含んだ芋焼酎を思いっきり顔にぶっかけてほしい。いいね。あ、いい。あ、いいですか。いいね。ちょっとまだ陰謀も濃い感じだといいね。手入れをしてない感じ。ボーッと。大柄な。あ、ラジオネーム、カジモン。夢の中で堀北真希と家が隣になった俺は、回覧板を渡すことを口実に、堀北真希の手に触れることに成功する。しかし、童貞の俺はそれだけで射精し、目覚めてしまう。夢だったことに絶望し、現実の厳しさを噛みしめながら、隣で眠る安田圭をそっと抱きしめたい。よくできてるな。あの旦那さんじゃんか。あの旦那さんなんか送ってる。すごい。あげとこう。パン。ラジオネームデビル夫人。新人 CA の相武咲ちゃんが乗っている飛行機に同じ CA として忍び込み、こっそり相武咲ちゃんの着ていた制服を舐めていたところ、勃起してきたので、トイレで抜くかと思いトイレに行った。すると天地真理がセックスしていて、さっき頼んだコンドームさっさと持ってきなさいよと言われたので持っていくと、あんたなんで袋から出して持ってこないのよ、
機内サービスがなってない、今すぐ飛行機を降りなさい怒られ、高度1万メートルから相武咲ちゃんに蹴り落とされ、コンドームリターン事件として世間騒がせたい途中はあれ相武咲ちゃんなのか、ああよくわかんない、あまあまあよく、うん、大丈夫、レインメーカー。街を歩いていると水野優子がすれ違いざまに財布を落とした。僕は財布を拾い、水野優子に声をかけ渡そうとした瞬間、財布を持った僕の右腕に飛びつき腕十字をかける水野優子。右腕がブチブチと音を立てているけれど、手の甲に感じる柔らかい感触、いつまでも感じていたい。わかる。これはちょっとわかるわ。まあ俺は柔道部高校の時やっぱり女性と練習したこともありますが、そういうことを感じたことありますよ。へえ。あ、当たりますもんね。うん、手が。ラジオに満腹ていなり。AKB と E ガールズのサッカー対決があると聞いた俺はボールになりすまし試合のピッチへ。キックオフとともに俺は小島春奈から高橋みなみへ渡り、左サイドを駆け上がりゴール前へ上げられる頭で合わせた島崎遥香のシュートを E ガールズの金髪にナイスセーブされる金髪その後 E ガールズの金髪によってパントキックされた俺は辛抱たまらず空中で射精してしまい、ボールではなくなるが落下した後もそのまま蹴られ続けたいE ガールズのこと知らねえじゃん知らない金髪金髪わかるけど、はい、金ちゃんだろ金ちゃんあれ金ちゃんだよ三平、一つだけ願い事を叶えてくれる神様に、僕のチンチンを高島彩のハンドマイクにしてくださいとお願いしたのだが、何かの手違いで安倍千代のハンドマイクに変身してしまい安倍の生臭い吐息と粘っこい手汗でギンギンに折ったった挙句、生放送終了間際に思いっきり感謝し安倍に逃げと絶叫されたいい加減しろ逃げって安倍千代、安倍千代さんね、ラジオネーム、うん、ドリチンレベル29、秋竹城さんにションベンしてるとこ見せろと言われ普通に見せるとなんで勃起しねえんだと怒られているところを広瀬すずちゃんにこっそり見ていてほしいやってくんじゃない、先輩大丈夫ですかおーおー大丈夫だけど大丈夫じゃねえだろいやもう能年レナなのかガキ竹城なのかさっきの田中レナなのか、もう鉛がきつい人がいっぱい出てきてもうよくわかんない誰が誰なんだかねいやまず能年ではそんなに鉛ってねえんだよラジオネーム、うんうん、どうしようかな、うん、バリボー祭り、綾瀬はるかさんに拭いてあげようか、あ、ごめんなさい、綾瀬はるかさんに、うん、抜いてあげようかと言われ、うん、童貞の僕はいいんですかと言い、興奮しながら急いでチャックを下ろしチンコを出す。すると綾瀬さんは思いっきり引っ張り僕のチンコを抜き取り、いや抜くってそっちの抜くですかと僕が突っ込んでもキョトンとしている綾瀬さんの顔を見ながら失神したいもうちょっとだな、童貞だなこいつ見抜かれましたね、うん、ラジオネーム11期のイマジン、人気のない海水もまだ冷たいオフシーズンの九十九里浜の砂浜で吉高由里子ちゃんに顔以外を砂に埋められて、ここを満潮になったらあんた沈むからねと言われそんな僕死んじゃうじゃないですかと泣きじゃくるが無視され、とうとう満潮を迎え海水が迫ってきたので覚悟をしていたが、結局顔までは到達せず安堵の表情をしている時に、すげえビビってたよね、ビビってたよねと大笑いされたいちょっと違うんだ俺の性欲とは、来ないから有吉のそれわかる、また気が向いたら、はい、あのちょっとそうですよ、その続き聞きたい、俺の旅ブログでも見てくださいないでしょやってんだじゃあコーナー行きましょうか誰にどんないじめられ方をされたいのか有吉さんが分かる分からないで判定していきます。はい、ラジオネームルノワール野口、将棋が好きな女の子にチンコを握られ王手と言われ、僕はかー参りました
と言いたい。ああ、わかるね。それはわかるわ。いいね、かわいいだね。うん、ラジオネーム、ハリーズブラザー。西野カナが大好きな俺は、彼女のプライベートを探るべく、ストーキングをする。しかし、自宅前で後をつけていたことがバレてしまい、お前みたいな泥臭くて皮かぶったビチグソ野郎が私の後をつけようなんて10年早いんだよと、アナルにピンヒールのヒール部分をぶち込まれ気を失う。そしてその実体験を元にしたバラードソングをミュージックステーションで披露してほしい。そんな歌になるの起こせないでしょ、そんなの。そうだな、いいんだろうな、それが。会いたくて、会いたくてみたいな歌が生まれるんだね、生まれるんですか、そっから。そっから生まれるんでしょうね。ミュージシャンっていうのは特殊な能力だな、あれな、やっぱり。すごいとこからね。まあ、曲になっちゃうんですよ。ラジオネーム、ラッパーザキバチョフ。はい、スリートのついているパンティーに、加藤彩子と書いてあったので、僕は何としてでも食べようと思い追いかけたが、パンティーがどんどん逃げていき、ようやくジャンプして口に加えたと思ったら、下は溶鉱炉。そしてそれを見ながら、微笑む加藤彩子。僕は、スローモーションでパンティをもしゃもしゃ食べながら射精して I'll be back! と言いながら親指立てて溶鉱炉に沈んできた。すげえな、願望が。いい死に際だよね。いいですかそれ。溶鉱炉で死ぬのって一瞬でしょ、だって苦しみないでしょ。いやないでしょうね。いや、あっギリギリのとこ熱いっすよ、やっぱ。パンティ食べてる喜びがあるから。そっちが消えます、熱さ。消えないですよ、多分。消えない。お前そんなパンティ好きじゃないんだ、じゃあ。ラジオネーム、ラッパーザキバチョフ。逆に高橋尚子がマラソンランナーに復活して、うん、フルマラソンの大会に出たものの、うん、夜年並みには勝てず30位でゴール、うん、悔しそうな顔をしている高橋尚子にイライラを発散してもらいたいと思い、うん、ペニバンを持ちズボンを脱いで、そのイライラを俺の肛門で発散してくださいと言ったら、高橋尚子がサングラスを投げ、俺の肛門をペニバンで思いっきり激しく挿入している模様を増田明美に詳しく解説してほしい。あのペニバンは新宿で買ったみたいですね。な、冷静だな。冷静だな。高橋尚子さん、ペニバンは普段は使わないみたいですよ。さん付けするんだよ。すごいリサーチ力。増田さん。選手さん付けするんだよ。ラジオネーム、ラッパーザキバチョ、多いな。俺のチンコを射精してくれる子はいねえか、俺のチンコを喜ばせてくれる子はいねえかと言って歩き回っていたら、だったら私が1秒で射精をさせてあげるわよと言って名乗り出てきたのが松たか子だった。おめえみてえなババアにそんなことができるのかねと言ったところ、速攻で俺のズボンを松たか子が脱がし、うん、俺の肛門に無理やり竹槍をぶち込まれて大声でパンテリンと叫びながら射精した。バカじゃん。アナル大好きですね、みんな。お父さんの影がすごいな。ラジオネーム、スメシハザード。太鼓の達人がすごくうまい桐谷美玲ちゃんに白く塗り、ビンビンに白く塗りピンピンに貼った太鼓のような僕のケツを差し出す。勢いよくバチで僕のケツを叩くミレイちゃんのバチ使いを肌で感じ、50コンボと叫びながら射精したい。わかる。わかります。あげとこう。カープあげて。ラジオネーム、お昼寝マン。吉瀬美智子さんに、ほら、どこ踏んでほしいのと尋ねてもらい、で、全身お願いしますと言った後、大型のタンクローリーで僕の体をペシャンコに潰してほしいです。いや、興奮できないだろ。すげえな。これで興奮する？しないっすよ。しないだろ？しないっすよ、さすがにそれは。いや、なんだろう、お前。お前、酒井はあれだもんな、はい、もうケツにシリコン入れてるような女がいいんだもんな。いや、いつ言ったんですか俺それ。言ったことないじゃん、そんなの。好きじゃないし。いや、そうじゃないですよ、僕。ケツにシリコン入れてる女王アリみたいな女の体。いや、そんな好きじゃないですよ、俺。ブラジルは、でもそうだろ。ブラジル人じゃないです、僕。え？僕、ブラジル人じゃないです。日本人です。あれ？そうだ、カルロス。
カルロス君じゃないです僕。酒井です、酒井。カルロスじゃないです僕。本当？本当ってなんすか？本当ってなんすか？違うの？カルロスだと思ったんですか？カルロス本郷じゃないの？ラジオネーム悶絶。社長の俺がいつも通り社長室で川張りの椅子に座って複雑なデータを睨みながら正座させた百田直樹の頭を引っ叩いているとタイミング悪く秘書のローラが入ってきてしまった。ローラは少し目を伏せて、スパンキングタイム中失礼します、今期の決算が出ましたので書類にてご報告させていただきますと書類を提出してきた。俺が、おう、そこに置いといてくれと言うと、ローラは書類をデスクに置いた後で、百田も赤くなってきてますし、夜は私のお尻を叩いてもらわなきゃいけないのでほどほどにしてくださいねとニコッと笑って去っていった。ローラが部屋を出た途端、百田が、今の子社長さんの秘書でっか、えらいべっぴんさんなもんで面食らってもうたわって言ってきたので、俺も少し照れながら、お前が口出さなくていいんだよ、ほらちゃんと座って引っ張られてろと言って頭をバーンと叩く。そんな富豪になってみたい。違うんだよ。ちょっと。違うんだよ。ちょっと変わってきてますね。お前らの夢が違うんだよ。スケベな方がいいんだから。途中まで良かったけどな。あげとくけどな。カープ。富豪になりたいじゃないですか。ラジオネームハリーズブラザー。月9の撮影現場を見学することになった俺は、セットに有村架純や沢尻エリカの髪の毛が落ちてないか血を這うようにして探していたが、そのことが二人にバレてしまう。てめえみてえな東四郎が何嗅ぎ回ってんだよと罵られ、口とアナルに丸めた台本をぶち込まれる。お仕置きされてメソメソしている俺に、寺尾明から、大丈夫、今ちょっとピリピリしてるからごめんねと慰められた後、一緒にパルも食べたい。パルも。なわけない、優しい。優しいっすね。本当優しいですね。パルか。ラジオネーム弟子の雅彦。ホグワーツ魔法学校に入学し、入る寮を決めるため組分け帽子をかぶる。君はどこがいいかなと言われたので、僕はスリザリンはやだ、スリザリンはやだ、スリザリンはと言っている時にハーマイオニーと目が合い、ハーマイオニーマジ可愛いな、ハーマイオニーの唾飲みて、ハーマイオニーの足舐めて、ハーマイオニーに杖でアナル攻められてと考えてしまい、それを全部帽子は喋ってしまう。そして先生との前で恥をかき即退学が、あずかばん行きになり、ディメンターになりますなんだそれ、あげとこう。いやでも興奮しないからね、さっき。そうですよ、わかる、わからない、ね、面白募集してないのよ、うん、ラスト、ラジオのチェーンギャング5。僕と二階堂ふみちゃんと栗山千明さんと桐谷美玲ちゃんで電撃ネットワークのような過激パフォーマンス集団を結成しかし一つ目のネタ、どんなことをされても絶対に行かないチンコ、ミスタータフマンの芸で桐谷美玲ちゃんの胸の谷間を少し見ただけで行ってしまうそれを見て怒った二階堂ふみちゃんと栗山千明さんに消火器をぶっかけられ、僕のダメだこりゃでお客さんから爆笑取りたい違う全然違う思ってたのと違いますさあ続いて有吉のそれわかる。はい、誰にどんないじめられ方をされたいのか有吉さんがわかるわからないで判定していきます。ちょっと本当はセクシーなコーナーになるはずだったんですけど、ちょっとまあそうなんですね、殺されたがるから最近そうですね、まあまあまあ、まあ、いろんな人は感じ方があるからねいきましょう。ラジオネーム雨乞い。志田未来ちゃんの小さな手で失神するまで首をキューッと締められ、失神したらすぐさまバケツの水をかけ起こし、無邪気にどうだったどうだったと聞かれたい。ああ惜しいね。ああ惜しいんすかこれ、うん、志田未来ちゃんじゃない方がいいかもなラジオネームオマットさんでした。頭上から降ってきた E ガールズの糞尿を
ショーシャンクの空みたいに体全身で受け止めたい。あ、もう特殊な方ですね、これはね。もう全く特殊な方のあっちですね。ああ、なるほどね。シンプルですね。そうか、そっちがいいか。どうしよう、わかるわからない。馬小屋に繋がれてさ、はい、藁の代わりにそれを食わされるっていうのはどうだ。いや、ちょっとわかんないですね。どうだじゃないんですよ。どっちもわかんないですわ。全然わかんない。特殊すぎて。馬小屋に繋がれて。ラジオネーム雨声。エイクラナナちゃんがまだガラケーを使っている僕に、うん、わ懐かしいと言ってガラケーを奪い取り、僕のチンコをカパカパ挟んでほしい。もうちょっとだな、この子は。もうちょっとでシンクロしそうだけどな。ラジオネーム日本語ラップ、はい、友人の結婚式に参加をし、余興で高橋真麻と一緒に大勢の前でシンデレラハネムーンを歌い、気持ちよくなり、この快感を忘れないため歌手を目指す決心をしたい。ちょっとないんですよ。ふざけないでください。ふざけないでください。それでもないできますか、あなた。ラジオネーム包茎スケーター。無職からの脱出を考えた僕は、家から出なくて済むので YouTuber になろうと決める。次の日、包茎を向いてみたという動画を作成しようと激痛に耐え、2割弱しか向けなかったが無事アップロード。それを辻のぞみのブログで宣伝してほしい。いや、どういうことだよ。わかんない。痛そうだね、お前。その方向あんま向かない方がいいんじゃないかな。病院の方がいいんじゃないかな。2割弱。ラジオネーム20センチ少年。沢尻エリカに学生時代の卒アルを奪われ、どうせあんたの学生生活なんかしょうもなかったんだから、こんなもんいらないでしょと言いながら、俺の卒アルにションベンをぶっかけられ、はぁ、俺の思い出がと叫びながら、白飯ガツガツ食いたい。どうなってんすか、マジで。なんすか、それ。わかる。わかるんすか、それ。わかるだろ。わかるんすか。全然わかんですわ。卒業アルバムに、サージエリカが卒業アルバムにションベンぶっかけてくれるのじゃん。ご飯食うんすか。それで白飯食いたいんすか。わかるぞ。全然わかんない。パンはパン、パン、パン。いや、パンでもわかんないです。そういう問題じゃないですわ。飯食うのがわかんないですよ。あげとこう。パン。あ、どっちでもいいけど、どっちでもいいよ。任せますもん、これはね。ゾンビかカープかどっちが来るか、もう皆さんお楽しみにしてください。はい。ラジオネーム満腹亭稲荷。小島春菜行きつけのラーメン屋があるという情報を入手した俺は、閉店後に忍び込み、スープの鍋に身を隠す。うん、そのまま、うっかり寝てしまった俺は、あくる日、店長の石神に気づかれないまま火をかけられて、トロッとろになるまで煮込まれて、それを小島春に飲んでもらって、うん、まあまあかな、と食べログで2点をつけてもらいたい。どういう、これはもうちょっとやっぱ無理してるよ。いや、そうでしょうね、無理。こんなんじゃ勃起しねえくせにさ、これでいったんだって、もう無理やりパンストのあの肌触りだけで興奮してるのに、これでいったっていう嘘ついてるわ。何を言ってるんですか。そういうことなんですか。パンストの、はい、感触がいいだけで興奮してるだけ、はい、本当はこれで興奮してないくせに手に実はパンストの素材をつけてる。カッコつけんなお前。つけてんですかそれ。こんなんだよお前、興奮しなきゃねえだろお前。嬉しそうだな。嬉しそうだな。吉住さん。吉住さん。どうしたんですか、吉住さん。おい、こんばんは、お前。終わりで行くわけねえだろ。吉住さん言わないですよ、そんなの。おじさんに言っちゃうの。ラジオネーム20センチ少年。雨小屋に飛び込み、着替えを覗きながらしこっていると。ああ、おめえ、そこで何してた。そのみっともねぬたうなぎ、とっととこっちへよこさねえかと、秋田以上に言い寄られたり。いや、なんだそれ。出た。秋さん、エロいからね。いや、エロい目で見れます秋さん、秋田家君さん。エロいんですか。はい。
お前んところのセクシーマザーどうしてんだ最近。いやセクシーマザーじゃないですよ。うちの母ちゃん黒いパンティ履いてると噂。いやどこでその噂立ってるんですか。黒パンティの女こと酒井のお母さん。どうですかその異名。元気にしてますよ。してる元気にしてますよ。黒い下着元気して。いや下着の色知らないですよ。気持ち悪いですよ。自分の親の下着気持ち悪いってなんだ。自分の親に監視しろ。何を怒られるんだ俺。なんだお父さん悲しいんだぞお前。死んだわだから。だからだよ。天国からだよ。天国でね。地獄か。天国だよ絶対。ラジオネーム起きてるし。裁判沙汰を乗り越え日本テレビにアナウンサーとして入社した笹崎怜奈さんがマイクテスト研修に参加。俺はパンツを脱ぎ俺のマイクを笹崎さんの前に差し出した。あれマイクが入ってません。焦った笹崎さんは気筒をつまみふっふっと先っちょに息を吹きかける。恥ずかしさと気持ちよさで思わずフル勃起してしまうとそれに気づいた笹崎さんの顔はわなわなと震え銀座のホステスなめんじゃねえぞ。一括し気筒に唾を吐きかける。その後白いタオルで唾を拭いてくれるかと思いきや熱々のおしぼりそれを俺のマイクに巻きつけ両手で雑巾を絞るようにねじられそのまま気を失いたい。惜しいんだよお前ら。カッコつけからなお前ら。カッコつけてんのこれ。本当の興奮を言わないからな本当に。カッコつけてんのかな。最近出て変な本と一緒だよ本当に。最近出てこんな恥ずかしい姿をさらけ出さないと。ラジオネスメシハザード。北川景子ちゃんに突然体中の毛を剃られた後1時間もせずにニョキニョキと生えてきた僕の陰毛を見てちょっとチンゲ伸びるの早すぎでしょと爆笑されたい。わかる。わかんすか。わかるね。これはさらけ出してますか。いいね。これはさらけ出してる。現実的じゃないですよ。ニョキニョキ生えてこないでしょ。あげねえんすかそれだよ。大丈夫ね。満腹体なりチンコの先っちょに切れ目が入っていることに気づいた俺はすぐに病院に行き診察をしてもらうことに。主治医の満島ひかりちゃんに相談するといやまずはギンギンに勃起してもらってそれから見せてもらえますかと言われたので7秒でフル勃起させパンツを脱いでチンコを見せると皮かぶっててよく見えませんねお薬出しときますねと言われフル勃起のまま混み合っている処方箋薬局でオレンジページを読んでいたい。惜しいですか。ラジオのチェーンギャング5。度重なる恋愛禁止を破る AKB のために僕が一肌脱ごうと思い僕はタトゥーショップに行き金玉の裏側に秋元康の顔面タトゥーを入れる。そして AKB のメンバーを一列に並ばせこの先恋愛禁止を守れない奴は俺の金玉を踏めと宣言。次々と隠れキリシタンが見つかる中ついに柏木由紀の番。どういった表情で踏むんだろうと期待しているとなぜかタンクローリーに乗って現れ俺ごとぺちゃんこにしてほしい。お前毎回じゃねえか。ダメだタンクローリーは。いつもぺちゃんこにされたでしょ。以上。さあ続いては有吉のそれわかるです。はい。誰にどんないじめられ方をされたいのか有吉さんがわかるわからないで判定していきます。有吉さんがわかるやつを送ってくださいよ。はい。ラジオネームお昼寝マン。自宅で書道をしている加藤ローサちゃんの目の前で下半身を露出させ、すいません僕の文鎮使いませんかと尋ね、紙の上にポコチンを載せる。どんな字を書くのだろうとワクワクしているとローサちゃんは何も言わず僕に無理やり墨汁を飲ませアナルに筆を突っ込みヒーッと叫びながら射精し、黒いザーメンで松井大輔と書きたい。なんで荒いな。ちょっとなんか途中ラジオネームハリボー祭り。コインランドリーに行くとパルルがテレビで着ていたのと全く同じオレンジ色のワンピースが選択されていたので急いで履いていたブリーフをパルルのドラムの中に入れ純白の僕のパンツに色移りしてほしい。ラジオネームドリチンレベル29。周りに誰もいないと思い
思いっきりヘをこいたら後ろに石原さとみちゃんがいて目が合い、お互いに顔をあからめたい。気持ちライトなんだ。青春じゃん。海町ダイアリーじゃないか。いい感じのね。海町ダイアリーってそんなの？わかんないですけど。まあなんかね、多分そんな感じ。尾道三部作だろどうせ。違いますよね。大林素彦じゃない。違いますね。大林信彦。信彦監督じゃないですよね。なんかわからないのばっかだな。俺を勃起させ、俺を勃起させるぐらいの気持ちじゃないとダメだね。だから俺、だからみんな俺だと思ってるから気が乗らないんだ。俺はだから朝倉みなみお父さんだと思ってる。朝倉みなみお父さんじゃないっすよ。朝倉みなみちゃんのお陣地を大きく強く。何を言ってんのあなたとか。いやいや何も言ってんすよ今の。僕らダメですって。そんなの名作なんですから。名作名作って自分で自主形成引くなバカ。いや何でも自主形成すんじゃない自分から自ら。いやタッチ大好き。テレビですよとかラジオでそれ言っちゃやばいでしょとか。お前自分で自主規制するなバカ。自分で自分の仕事の幅狭めてんだぞバカ、はい、すげえ。いや本当のやつっぽかったね。ちょっとだけ分かんないもん。ラジオネーム水亀座 .com。 木村文乃さんが経営する小料理屋に閉店間際に行った僕は他のお客さんもいなかったので木村さんと二人きりになってしまう。注文を何にするか迷っていると突然木村さんが空の器を僕の前に置き、お待たせしましたお蕎麦になりますと言ってきたので、僕は振られていることに気づく。すぐに箸を割る仕草をした後と蕎麦をすする真似をすると急に冷たい表情になり、素晴らしく不愉快です、今日はもうお帰りくださいとつまみ出され、空腹のまま家に帰りたい。全然じゃん。もうそうですか。興奮しない。何これ。全然わかんない。終わりこれ。いや、あるはずです。まだ全然興奮しないよ。あります。興奮する。ラジオネーム起きてるし、はい、先日現役を引退した女子バレーボール史上最高のリベロ佐野優子さんが、立ちが悪くなった俺のチンコを正確に献身的に何度も何度もレシーブする。爽やかな汗がチンコに落ちてきた頃、キューバ戦より大変と言ってほしい。まあまあ、あ、よかった。ようやくまあまあ来ましたね。まあまあ、はい、まあまあだけど、ちょっとなかなか。ラジオネームマザーズミルク、天海祐希さんに喜んでもらおうと肛門から巨大アナコンダを入れ、口からアナコンダの顔を覗かせ、肛門からは尻尾が出ている状態を見せると、僕の口に手を突っ込み、アナコンダの顔をつかみ、ストロングレフと思いっきり巨大アナコンダを引っこ抜いてもらい行きたい。ちょっと違うな。違いますねそれ。ああ、なんで分からないかな俺の言ってることが。お前らポンピシャの来ないですかね。なんかねえ、はい、ラジオに日本語ラップ、そのシオンの映画に出演をし、ちょっと綺麗なおばさんと熱い演技論を語り合い、その勢いであわよくばおっぱい触りたい。いや、そのジオンさんの映画に出てるおばさん全員エロくねえから。わかるけど、おっぱいとかわかるけど、一番エロいのはそのさんの奥さんだからね。そうですね、ね、めぐみさんでしたね。ラジオネーム、20センチ少年、密室に監禁されてしまった俺を見て、吉高由里子が大量のスズメバチを部屋に放つ。俺がスズメバチに刺され、痛い助けてくれと叫び、のたうち回っていると、うわ痛そう、ほら私のおしっこでもかけて直しなよと吉高由里子が言い、ションベンをぶっかけてくるが、俺は一滴残らずションベンを飲み干し、男を見せたい。わかる。これわかるんすか。わかり始めたまーレボリューション。わかり始めた。それわかったんすか。来ましたねやっと。だいぶね。わかった。だいぶこれ、この人はわかった。わかってる。パン。わかってんだそれ。ラジオネーム、トレハロース。
いつものように尿道に蜂蜜を注入しいつものようにってなんですか。森で全裸になって軍隊槍が俺の尿道の中を行き交うタイプのオナニーをしていると浅田舞がやってきて2,3 年前実はグレていたというどうでもいい話を永遠に聞かされる。話を聞いている間にチンコから意識を離れ、気がつくと尿道にいたはずのアリが体の中で行方不明になってしまい、この後俺の体はどうなってしまうのだろうと思いながら不安な余生を過ごしたい。いや過ごしたくないでしょ。ラジオに日本語ラップ。指の爪、足の爪をしっかりお手入れし、流行りのお洋服を着てランウェイを歩き、同世代の女の子の注目の的になりたい。何なんですか。分かるんすかそれ。それ分かんすか。こっち分かんなくなりました。基準がそれ分かっちゃう。はい、ニューハーフになりたい願望があるから。何なんすか。たまにいますね。ない、ニューハーフになりたい願望。いや思ったことないですね。ええー、いやおかしいですよそれ。ラジオのレインメーカー。控え室で天竜さんに何かを頼まれた。失礼ながら何回か聞き返してしまうと、うん、テーピング取ってこいって言ってやろと怒鳴られ、ペットボトルを投げつけられてしまう。はい、すいませんと言い控え室を飛び出す。自分の情けなさに涙を流し落ち込み、下を向いて歩いている時に小野町子さんに何も言わず頭を撫でてほしい。で急に小野町子出てきたの。どこにいたの小野町子。ラスト、ラジオネーム電池2個。 ATM のカードを入れるところにおちんちんを何度も突っ込んで、 ATM のお姉さんにカードをお入れくださいと叱られたり。バカにあげとくよね。コーナー行きます、はい、有吉のそれわかる、はい、誰にどんないじめられ方をされたいのか有吉さんがわかるわからないで判定していきます。ラジオネーム田舎のホテル。家族親戚にお金を借りてついに高嶋ちさ子さんのバイオリン教室に通い始めた僕。しかし数日通うもバイオリンが全くうまくならない僕についにぶち切れる高嶋ちさ子。数時間説教を食らううちに不思議と少しずつ勃起をしてしまう僕。そんなこととはつゆ知らず身振り手振り激しく叱責する高嶋千佐子。ああこの時間が永遠に続けばいいのにと小声でつぶやき、ゆっくり気を失って救急車で運ばれた。わかる。わかりますか。僕、俺はもう高嶋千佐子さんのことが大好きなんです。ああ、そうなんですか。性的に高嶋千佐子さんに言ったことない。高嶋さん好きなんですよ。あ、そう、どういうこと。性的にですって言いますね。って言われますよそれは。性的に見てますなんて。高嶋ちさ子さんが今のキャラクターとかになる前に高嶋政信さんとか高嶋政宏さんと親戚なんですって初登場した時ぐらいから俺好きだから。うわー、その初めて見た時から、あ、もう性的に俺それぐらい高嶋ちさ子さんのこと好きだから。エロい目で見てるんですか。エロい目で見てる。高嶋ちさ子、高嶋ちさ子さんは焼肉をいっぱい食べるよ。ああ、そうなんですよね。お肉大好きなんですよね。うーん。そうなんですね。ラジオネーム希望の船、はい、女子校に忍び込み誰もいない音楽室でチンコをメトロノームのように揺らして遊んでいると突然扉が開いた。おいおめん、ここで何やってんだ。きぃ、なんだその発生チンコは。このトライアングル叩く棒より発生な。そんな気持ち悪いチンコぶら下げてねえで、オラとジャズやるべと言ってきた上野樹里さんにピカピカのサックスでチンコぶん殴られたい。シングガールズ。オラとジャズやるべ。能年レナちゃんなのか秋田健城なのか上野樹里なのか最後までわかんないじゃん。最初に出てこない。危うくチンポ立ててたら秋田健城さんのパターンがあるから怖えわこっちも。怖えわって。ラジオ20センチ勝負。全裸で仰向けになっている木村多江さんの上で将棋を打ち、
俺は羽生善治と接戦を繰り広げる。対局も終盤に差し掛かった頃、パチンと俺は右乳首に飛車を置く。すると木村泰が先手右乳首飛車と読み上げ、まさかの一手に羽生名人は顔を曇らせる。こんな対局俺は繰り広げたいって。なんですか、棋士としての要求が強いな。エロより。ラジオネームラッパーザキバチョフ。加藤綾子の家に催眠ガスを入れて加藤綾子を眠らせた後、部屋に入り加藤綾子の服に全身着替え、加藤綾子の化粧品で化粧をし、加藤綾子の香水をして完璧に加藤綾子になりきって、フジテレビに入って目覚ましテレビのメインキャスターとして完璧に振る舞いたい。わかる、わかります、わかります、これわかるでしょう。これ加藤綾子ですよ。わかりますか、加藤綾子の目覚ましテレビ服着て、はい、加藤綾子になりすまして目覚ましテレビ やり遂げたいなと思わない、卒業まで。そんな長いっすね。そんなにパンスト履かないんだろお前。パンスト履いて興奮しないんだろ。履かないですよ。ちょっとわかんない。ないんだ。俺何回も言うけど。パンスト履く。闇金牛島くんに出てくる変態のおじさんみたいに、はい、パンスト履いておちんちんぐじゃーっと潰した姿を見たいんだ俺は。は？すげえな。ラジオネームおちんちんコミュニケーション。またおちんちん。バカな。これ俺のせいじゃないから。そうね、流れがたまたまそうなっちゃった。たまたま続いちゃいましたけど。国家資格のアナル鑑定士の試験を受けに行った俺。部屋に入り椅子に座っていると面接官の能年レナちゃんが入ってきて、おめえ何してんだ、はい、さっさと後ろ歯向いてパンツを下ろせ、試験始めっぞと言われたので後ろを向きパンツを下ろし、両手でアナルを広げて目を閉じる。んだば今から指入れっから何本か当ててみろ、ほら何本だ言ってみーと聞かれ、一本でしょうかと言うと、バカかおめえ、もう三本入ってて、スリーアウトチェンジだと、バカにされたい。わかるわかる、これわかるわ。今何本入ってますかって言われるよね、たまに。いやいや、いや言われないですね。二本ですか、三本入ってるよ。いつまでアマちゃんやってる。秋竹城さんの可能性もあるでしょ、だってこれも危なかった危なかったな。今でも我慢してたら勃起損だぞ。我慢損だから。そんな言葉あるんですよ。ラジオネーム希望の船。はい、A 倉奈々ちゃんが船長を務める海賊船に乗り込むがいきなり遭難をしてしまう。目をキョロキョロさせて困っている A 倉ちゃんの前で勃起したチンコを出し、風の向きを読むのでこれに唾をつけてくださいと言うと、祈祷の先に唾を吐きかけてくれたので勢いよく射精。そしてどう、風はどっちに吹いてるの、どっちに向かえばいいのと聞かれ、僕は A 倉奈々ちゃんの目をじっと見つめながら全然わかりませんと答え、チンコを面かじいっぱい曲げられて。言ってんの。あげとくよ。パン。中途半端だからちょっとサムスミスちょっと置いといてこっち続けます。ごめんなさいね。はい、ラジオの夜嫌いの夜行性。新幹線の先端の部分に全裸でまたがり、ツルツルボディを女性の肌と思い興奮してチンコをすり合わせていたところを沢尻エリカさんに見られ。いやいや、カウパー出して興奮してるけどあんたもう新幹線は発車するしそのまま死ぬよと爆笑される中、発車のベルが鳴って新幹線は動き出し、そのままトップスピードまで耐えるも性的絶頂で力が抜け、射精しながらあの世という終着駅へ送り出されたいとか、鉄道オタクの吉川あたりは絶対そう思っているだろうから一緒にこんな鉄オナトークを朝までしたい。鉄オナって思ってない。話をしたいんですね。ラジオネームガリデブ。
水戸夏目ちゃんに包茎手術を失敗した僕のチンチンを見せ、チンチン切りすぎたという歌を作ってほしい。前髪切りすぎたじゃなくて、チンチンを切りすぎた。先週覚えてこの歌。ラストぐらいかな。ラジオのチリットピット。上杉達也にスプリット握りでチンコを挟んでもらい、思いっきり腕を振って投げてほしい。落ちる、空振りされるよ。マグワイヤが空振りするよ。ダイビング。